ヒ野ノ仕の黒鷺続編に期待と不安から飛べ遺跡後の俳優業継続の舞台裏。昨年11月にジャニーズ事務所を退所し、飛べの看板タレントとなったヒ野ノ仕彼が主演した黒鷺の続編が制作される可能性が浮上し、これに対するファンの期待と懸念がネット上で広がっています。一方で、ジャニーズ事務所を退所した俳優がテレビドラマシリーズを続ける難しさも浮かび上がっています。 クロサギ、続編の可能性。昨年10月期に TBS 系で放送された、クロサギは、平野紫洋主演によるリブート作品で、全話平均視聴率7.4%を記録し、多くのファンから指示を受けました。しかし、平野は放送終了直後にジャニーズ事務所を退所。これにより、ファンたちは主演続行が難しいと考えていました。しかし、この度、女性自身史が報じたところによれば、 TBS 内で、クロサギ、続編の制作が検討されている模様、驚きと期待の声が広がりつつあります。報道によれば、山下智久もスペシャルゲストとして出演する案も浮上しており、これが実現すればファンにとっては夢のような続編になるでしょう。ファンの反応、この報道を受け、ネット上ではファンの期待の声が相次いでいます。紫輝くんのクロサギが、またこんなに早く見られるかもしれないなんて。 楽しみすぎる。ジャニーズ事務所を辞めたからこそ、続編が実現するのかもしれないねといったコメントが見受けられます。しかし、一方で映画がジャニーズ事務所を脱退したことに対する複雑な気持ちも現れています。続編が放送されたら嬉しいけど、私はそれよりもキンプリに残ってほしかった。紫輝くんには活躍してほしいけど、ジャニーズ辞めてよかったとは思いたくはないといったコメントが参見されます。 ジャニーズ事務所を離れた平野にとって、続編の制作は新たなスタートとなるでしょうが、それに対するファンの感情は複雑なものとなっています。戦争シリーズから学ぶ、同様の事例として挙げられるのが、草薙強主演の戦争シリーズです。ジャニーズ事務所を退所した草薙は、テレビドラマシリーズの続編が長らく実現せず、一時はテレビから遠ざかっていました。しかし、退所から約6年が経った今年、 ようやく3作目の罠の戦争が放送され、草薙にとっては待望の民放連ドラ主演作となりました。ただし、この作品においてもジャニーズ事務所を退所したことによる制約が色濃く残り、通常のプロモーションが難しい状況が続いています。平野も同様の状況になる可能性があり、これが俳優業継続の難しさを示唆しています。平野史洋の俳優業継続の意思、戸米遺跡後、 平野はメディア露出が雑誌のみとなっており、テレビ出演が限られています。これにより、平野が俳優業を続けていく意志がどれほど欲しいのかが注目されています。ジャニーズ事務所を離れたことで、新たな舞台での活躍が期待されますが、その一方でテレビドラマの続編においては、ジャニーズ事務所を退所したことによる制約が懸念材料となっています。平野紫耀主演の黒鷺 続編の可能性に対するファンの反応は賛否両論です。一方で続編が実現すれば、ファンにとっては喜びの瞬間となるでしょう。しかし、俳優業の継続においては、ジャニーズ事務所を離れたことによる制約が懸念材料となります。平野自身の俳優業継続の意思や、飛べ遺跡後の活動方針が今後明らかになることが期待されます。ファンとしては、 彼が新たなステージで輝き続ける姿を見たいという思いが強いことでしょう。